来月約7月発売のボールなんですけども、あの比較したのがですね、前回のマーベルとは違って IQ、 皆さんもゴールドのボールが印象的だった、IQ ツアーパールということでね、同じようなパール素材を用いて、テストさせていただいたんですけども、まあ、今回投球していただいてですね、石原プロはどんな印象を受けました？そうですね、非常にこの、まあ、皆さんが非常に興味深くて、はい、前もすごく人気があったね、はい、マーベルパールっていうのに非常に、はい、まあ、近い状態で、はい、なんですけども、非常に、まあ、そのミディアムドライに関しては非常に僕は今回ね、はい、まあ、ちょっと IQ とはレイアウトがちょっと違うんですけれども、はい、非常にバックエンドの安定さっていうのは非常に光ったものがあるんですけど、まあ、今話題に出てきたマーベルパールという、まあ、前に非常に人気があったボールなんですが、まあ、やっぱこの人気もですね、結構外目でも安定したと、それから ある程度今日のコンディションも38フィートという距離で、外目をちょっと削ってるところがあったんですが、そのオイルのあるところとないところの激しさはあまり感じないんじゃないかなと、そうね、手前の走りとかね、まあ、確かにそのパール入ってる分はいくんですけれども、そこまで例えばそのパールっていうものをね、非常に感じさせないような感じがしたんですけど ね、やっぱその分だけその感じさせないというのは激しくないという表現、激しくない、だから IQ ツアーパールの方が、まあ、レイアウトももちろん今日のテストの比較ボールとしてはちょっと違うんだけども、まあ、R2S という部分で非常にそのまあ丸い感じはしたんですけども、やっぱりちょっとこう、滑るっていうか、まあ、前に行き足がいいっていうような感じ方を非常にしたんで、まあ、今回マーベル X は、まあ、R2X、S と X、まあ、違うんですけども、その X の方がまあどっちかというと、非常にオイル強く感じたんで、このぐらい S と X でね、やっぱこのぐらいやっぱ違いが出ちゃうっていうものも僕もちょっとびっくりしてる。なるほどね、まあ、やっぱりこう今お話になった S と X っていうのはですね、基本的には X の方が、オイルに強いのはあるんですが、まあ、対象コアになるとやっぱ転がり感が強いんで、まあ、それがある程度やっぱりもう明確に出ちゃうのかなっていう、まあ、バーチャル系とかシンク系ですとそんなには出ない感覚はあったんですが、まあ、やっぱりこう転がりが大き、まあ、よく転がるボールには、まあ、使用した場合に差が出るのかなっていう、ただまあ激しくならないボールなんで、まあ、非常に使い勝手が今日見てても良さそうだったなとは思うんですが、まあ、どちらかって言ったら確かにまあ、クランカーというよりはストローカーの方が使って意外にいいっていう表現の方が、まあ、反響があるのかなっていうふうには思うんですけどね。まあ、非常に幅広いボールは多分気に入ってもらえるとは間違いなく思うんですけ ど、 なるほど、ね、特に例えばそういうタイプのボールとかやっぱり あんまりこうオイルが多いコンディションでは非常に難しいんですけども、やっぱりミディアムコンディションでコンディションの使っていただくとすごく発揮してもらえるんじゃないかな。このセントリックタンコアっていうのは、まあ、プレミアムラインの、まあ、ちょっと下マスターラインっていうところなんですけど、まあ、前回も確か聞いたと思うんですけど、まあ、このPアクションっていうのはちょっと気にするところだと思うんですが、この辺の差っていうのは石原プロ感じました？僕はね全然感じないんですよ、ね、全然感じないんですけど、だからまあ僕の、まあ、好きなタイプのボールでもあるっていうことは、よくそういう印象が持っちゃうのかもしれないんだけども、実は全然問題なく感じないです。なるほどね、まあ、そういった意味では、まあ、今回もまたマーベルこう幅広い層に、前回のマーベルパールもそうだったんですけど、まあ、幅広い層がこう使っていただいてですね、ハイゲームを打っていただける原動力にはなるかなと思いますので、
まあ、ぜひですね、今回のマーベル、また7月発売になりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。